はい、ありがとうございます。先ほどまでは僕が知らない田淵さんの国際協力のきっかけとか、ウガンダに来る前のことをいろいろ聞いたんですけど、先ほどの振り返りも含めてですけど、自分がサッカーをキーワードにアフリカで何かやるっていう話になった時に、ある有名な方と一緒にやるというところでアフリカいろいろ回りましたと。その中でウガンダっていうところが対象地域として選ばれたと思うんですけど、ちょっとそこからお伺いしたいなと思ってて、アフリカって結構回られたじゃないですか。多分9カ国ぐらいですかね、回られて、そこの中でウガンダが良かった部分っていうのがお聞きしたいんですけど、何が良かったんですか、ウガンダ。まず一つ目は語学、英語。はい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 。それを痛感したのは、うん、セネガルに行った時に、うん、フランス語じゃないですか。ああ、そうなんですね。何もコミュニケーションが取れない。行ったはいいものね。現地の人も英語で喋りかけようともしてくれないし、うんうん、何もコミュニケーション取れなかったので、はい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 、これは語学の壁はあるなっていうところが。じゃあもうそこでセネガルは弾かれると。でもガーナとかも英語じゃないですか、はい、東アフリカも英語ですよね、はい、そこは予算の話ですね。その年間でサッカープロジェクトをしていくっていう中で予算があって、うんうん、そこは西アフリカ、ガーナだったりナイジェリアはちょっと金額がお高めになっちゃうんですよ。あ、そうなんですね。っていうのもヨーロッパのサッカークラブ有名どころが、はい、もうガーナだったりナイジェリアは進出していて、はい、うんうん、なかなか金額的にマッチしなかった。なるほど、そういうことですね、はい、じゃあそこもダメと。じゃあ西アフリカは終わりですね、はい、東はケニアとかウガンダとかルワンダとかもフランス語か。フランス語だからそこも弾かれるとして、まあ、あとはザンビアとかそういったところの中で、ウガンダはまだあんまり開拓されてないところだったんですか。そうです。うーん、本当にウガンダは西アフリカと比べても南部アフリカ、うん、ザンビアだったりもヨーロッパのもう息はかかっているところがあるの で、ね、っていうところでノーマークに近いところはウガンダでした、うんうんうん、そうなんですね。あ、じゃあウガンダまだ入ってなかったんで、そこにフォーカス当てようという形になったわけですね、はい、じゃあそこウガンダになりました。何年ぐらいからいたんでしたっけ。もうトータルで2年半ぐらいは。2年半もいたんですね。僕と被ってる時期が1年ちょっとぐらいですかね。でその時具体的にゼロから始めるやつじゃないですか。どういう風に始めていくんですか、そういうのって。何をするのかっていうところが、アカデミーを始めるのか、はいはいはい、サッカークラブを運営していくのかっていうところがスタートだったんです、うん、なるほどなるほど。でウガンダに関してはそのサッカークラブを運営していこうっていうところで、サッカークラブをまず探すところから始まりました。そういうことなんですね。ちなみに僕ウガンダに行って全然サッカークラブのこと知らないですけどサッカークラブって言っても、はい、例えば小学校とかセカンダリーとか、はい、あとは高校生みたいなところのサッカークラブそれぞれあるじゃないですか、はい、どの流度のサッカークラブを求められてたんですか。もう社会人。プロです。あ、プロか。プロリーグのクラブを一つ。あ、そうなんですね。ちなみにウガンダってプロリーグどれぐらいあるんですか、チーム数でいうと。チーム数でいうと 16ぐらいもあるんですね。今データ違うかもしれない、はいはいはい、当時はね、16のプロリーグで全部にアプローチかけに行くみたいな感じですか。いや、やっぱりプロジェクトする上では首都の方がいいってところがあったので首都をメインに。なるほど、はい、首都のところのプロリーグって何リーグぐらいあるんですか。首都はですね、結構あるんです。じゃあ16のうち半分ぐらい。半分ぐらいは首都に、はいはい、なるほどね。じゃあその中の8グループぐらいでまた選定をかけていくと。じゃあ1グループ1グループそこは見に行くんですか。そこの時にパッと出てきたところが1つありまして、うん、ちょうど売りたい、クラブを売りたいっていうところがあって目星をつけた。あ、そうなんですね。売りたいって言ってるのってなんで売りたいって言うんですか。アフリカのスポーツクラブ全ての問題になって言えるんですけど、はい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 、資金面っていうところはかなり苦労してるところがあって、はい、あ、そうなんですね、はい、運営がうまくいかないってところが、うん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 、そこを選定して売りたいって言ってたから買えるかどうかっていうところを判断しようみたいな感じやってるんですか。そこの交渉が始まるんですけども、うんうん、日本人が最初に出てきてしまうと、うん、ふっかけられる可能性高いんで、うん、そこは現地の信頼できるパートナーに最初は交渉、うん、あ、なるほど。あ、じゃあそこは全体的な信頼が置けたんですね。じゃあ実際そこをまずフロントで出して交渉していくわけですよね、はい、具体的なお話になったらバックから出てくるって感じですか。もう金額も決まってこれでこれでいいよってなった時に最後に出てくる。なるほど。向こうは有名な人がそのバックにいることを知ってたんですか。知らなかった。あ、知らなかった、はい、なんか買いたい人はいるよっていうぐらいで、うんうん、日本の誰々っていうのは。そうなんですね。なるほど、はい、じゃあ実際そこの交渉って僕の認識ですけどめちゃくちゃ大変な認識なんですけど、田淵さんはそんな大変じゃなかったですか。最初の交渉は、うん、フロントがね、フロントがやってくれたのであったんですけど、うん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 、さあ行くよってなった時また大変でした、ね、うん、え、何が一番大変でした。データを過去数年前まで遡って、うん、借金がないかとかどういう1年間予算を使ってどんだけ使ったのかっていうのを調べなきゃいけない、うんうんうん、全くそのデータがない。ああ、そうなんですね。買収とかになるんでデューデリジェンスみたいなねやつとか損益計算みたいなところをちゃんとしないといけないっていうところだったんですけど、それが全く見えない、ブラックボックスやばー。え、じゃあその段階で買おうと思ったんですか。買おうって
あ、そうなんですね。じゃあもうそれはもちろん不透明な部分はあるけど、はい、そこは買ってから透明にしていこうみたいな。いやもう本当にそこはやりながらクリアにしていこうっていうところが、なるほど。じゃあもう今はオーナーはその会社。そうです、そこの会社に持ってるって形で。なるほどね。それちなみに交渉開始するってなってしっかりと決まるっていうところまでどれぐらいの期間かかりました？始まってからサインするまで3ヶ月、え、3ヶ月で終わったの？はいや、そうなんだ。シーズン開始にはもう間に合わなきゃいけない。あー、そういうことね。それまでに。あ、そうなんですね。じゃあもうそれを経営と運営を今後はしていくってなって、はい、でそのシーズンが始まるわけですよね、はい、そこってコーチとかもいるわけじゃないですか、はい、運営方針とかも全部決めるんですか？それは全部決めていく。あ、そうなんですね。ただ1年目だったので、右も左も分からない状況はあったので、まずは現地の人たちと昨年ベースでいろいろちょっとやっていくっていうところは。なるほど。実際どうでした、そのシーズンは？チーム自体は真ん中でした。あ、そうなんですね。昨年シーズンは真ん中。真ん中。あんまり変わらない、あんまり変化なし、はい、そうなんですね。ただその自分たちが入って改善されたっていう点は、給料が選手たちにちゃんと入るようになったってところは、待って待って、今まで入んなかったってこと？、はい、どういうこと？よくみんな選手としてやってたわ。そこはもう本当に。あ、そうなんだ。まあじゃあ本当に最初やり始めたのは選手たちの銀行口座とか、もともと手渡しだったってことね。なるほどね、そんな感じだったんですね。じゃあ銀行口座作ってそこに振り込んでいくよと。そうです。モチベーションは上がりますね、選手のね。ただリーグは変わんなかったですね。次のシーズンも見ました？次のシーズンは見てない。あ、そうなんですね、はい、田淵さんがやったのはそこの市場調査から経営の買収みたいなところをやって、そこの1シーズン目を見たところで終わったって感じなんですね、はい、なるほど。ちなみにウガンダにいるじゃないですか、自分の価値観変わったなとかそういったところってありました？価値観は全て変わったっていうところが、はい、大きかったのと、自分で見たことの大切さとか経験って何も変えられないかなっていうふうに思って、っていうのもインターネットだったり、そうだよね、確かに本だったり見た情報とはやっぱり自分で見た経験は全く違うので、そこからは自分で見たものしか真実じゃない。なるほどね。確かにインターネットの情報を日本で調べるじゃないですか、どれぐらい正しかったかでいうとほぼ正しくなかったみたいな感じでした。ほぼ正しい。もちろん一部は正しいとはあると思うんですけど、現地に入ると違った部分が見えるから、全然インターネットの情報信用できないなって思いますよね。うん、確かに。ちなみに一番印象に残ってるのってどうでした？僕ちょっと気になってるのは、買収完了してサインしてその時の感情ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、肩の荷が下りたって感じなのか、ようやくこれから始まるぞみたいな感じなのか、どんな気持ちでした？サインした時はですね、一応現地で記者会見をしてっていうところがスタートだったんですけど、これからスタートするんだなっていう思いが大きかったです。あ、そうなんですね。え、精神的にすり減らなかったですか？すり減ってました。でしょうね。まあそう思います僕も。いやだからすげえなって思いましたね。なるほど、そうなんだ。ちなみにウガンダに行くじゃないですか、ウガンダ僕も行ってるか分かるんですけど、危険な目に遭わなかったですか？お話したいんですけど、本当になくて。え、そうなんですか？はい、1回あったな。え、なんか1回何やったんですか？1回催涙弾食らいました。なんでやねん。どういうこと？催涙弾食らったの？試合行ってちょっとアウェイの試合ちょっと試合がありちゃって、どうにならない地元の警察が最後になって。そうなんだ、なるほどっすね。あ、そういうことあったんですね。そっから会社辞めるじゃないですか。会社辞めてどういう選択をしようってなったんですか？日本に帰ってきて、アフリカのもっと全体を見ていきたいなっていうのは思いでありました、ね。あ、そうなんですね、はい、でもやっぱスポーツはやりたいなと思ったんですね。スポーツはずっとやっていきたいなっていう思いはありました。なるほど。じゃあ今まで2016年ぐらいからウガンダにいてアフリカのところを回ってたじゃないですか。でそこでアフリカっていうキーワードとスポーツっていうキーワードが田淵さんの中で残ってて、それをベースで今後もやっていきたいっていうところは考えてたんですね。そうですね。でも日本でそうやってやってるところってJICAとか大きい組織以外あります？スポーツに特化してるところで言えば、ほぼない。まあそうですよね、その当時も含め、はい、なるほど。じゃあそこからちょっとフリーランスになっていくって感じなんですね。ありがとうございます。ここまでの動画ではもともと国際協力っていうところ興味なかったところから話してもらったんですけど、ウガンダとかアフリカで何やってたのっていうところをお伺いしたんですけど、次の動画ではじゃあ今日本で何やってるのかっていうところをお伺いしようかなって思ってます。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。